はい、皆さんこんにちは。こんにちは。甲子ナビの時間が参りました。実は甲子ナビですね、久しぶりのですね更新でございまして、今日ですねお客様お二人お招きをさせていただいております。ですね、まずは以前あの甲子ナビ、ね、はい、ご出演いただきました、はい、株式会社プレイバックシアターの研究所所長をされております羽地智和様においでいただきました。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして、NPO 法人祈りの芸術太一企画の、はい、副理事長をされております、はい、大橋洋介様においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まずはですね、お二人にですね、はい、自己紹介を簡単にお願いされております、はい、じゃあ羽地さんからいいですか。はい、はい、こんにちは、羽地です。私は2回目の、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、僕はあのプレイバックシアターそれからいろんな企業でも研修をやってるんですが、まあ、企業研修それから病院のセラピー、うん、それからあさってからミャンマーに行ってきまして ね、また日本の若い人と、はい、ミャンマーの若い人たちと一緒にプロジェクトを組んで、うん、まあ、両国の草の根の交流とともに若い人材の育成を行ってまいります。で最近はちょうど僕のプレイバックシアターと、はい、まあ、大橋洋介さんのアート、ね、特に演劇的なものを融合して、はい、それを教育にどう使えないかという、ね、ことをすごく一緒に活動しているので、ぜひそんな話を今日は洋介さんと一緒にやりたいなと思います。もともと大橋さんはプレイバックシアターを、ね、はい、ベースに下地に、ね、はい、いらっしゃいますよね。でちょっとだけプレイバックシアターのお話ししていただいていいですか。あ、はい、あのプレイバックシアターは、まあ、誰かの、うん、その場にいる誰かの人生のいろんな出来事、うん、はい、ストーリー、まあ、時にね成功した出来事もあれば、うん、ちょっと苦しかったり未だにこう自分の中で整理できてない、うん、はい、まあ、場合によっては企業でやる時なんかは、うん、最近はよくあるんですけど、やっぱ創業者の方のね、はい、創業時のストーリーとかね、そのことを語っていただいて、それをここでこうみんなで劇を作るんですよね。でそれをこう劇を通してそのさまざまなストーリーをこう分かち合ってみるというかな、そうするとこう透けて見えるようないろんな出来事、いろんなテーマがこうみんなでこう共有できるような、ですよ、ね、まあ、それがプレイバックシアターのいいところで、なんかこう自分ご自身が持っているいろんな悩みだったりとか、その過去のいろんな、ね、出来事をこうみんなに伝えたりとか表現することで、なんかこうカウンセリング的な効果もなんかあるんですよね。ありますね。だから僕はあの精神科のクリニックで一つはセラピーとしてももちろんやってるんですけども、まあ、セラピーで一つそういう自分のその人の内面をねすごくまたこう一つ、癒していくこともできれば、今度は組織とか、やっぱ思ったらコミュニティっていうかな、やっぱりその中でのこうもう一度みんなのつながりを生み出したりとか、組織の中のこの元気とかね、一体感、それをこう生み出すような形でも、プレイバックシアターとかアートを使って活動したいなというかね、思ってます。まあ、チームビルディングなんかすごくいいですよね。いいですね、本当いいです、うん、お互いに理解度もしますしね、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと簡単に洋介さん、はい、洋介さんでいいですか。はい、あの大橋洋介っていつもやるんですけどあの名前の中に棒が2本ですね、おーとよーって伸ばす棒が入ってる、おーとよー、はい、そうです。はい、じゃあちょっと簡単にご紹介いただきたいと思います。はい、私は身体詩という言葉を使わない演劇をずっともう30年やってきまして、言葉使えませんから日本よりですね海外回ってることが非常に多かったんですね。はい、もうヨーロッパ、はいはい、アフリカ、もちろんアジア、アフリカの国々もですね結構回ったりしてですね、それは本当に劇場だけじゃなくて、村々をですね回ったりとかですね、はい、そんな交流をしてきたりとかですね、あとエジプトの方ではですね、一つエジプトのカイロ国際実験演劇祭というのがありまして、はい、世界的な数少ない実験的な国際演劇祭なんですけど、はいはい、そこで私たちのこの新体詩っていうのがですね、最優秀俳優賞っていうのをいただいたりして、はい、いろんな国の人にも言葉を超えて分かってもらえる、直にこの深い魂の方から相手の魂の方に何かが伝わるっていう、そういう芸術、身体詩ですか。はい、身身体は体の 身体ですね、はい、詩はポエムです。ポエム、ああ身体詩ですね、はい、ポエム、はい、昔はですねダンスではないパントマイムではない、うん、何ではないとか言ってたんですけど、うん、あ10年ぐらいやってからやっとですね、うん、私たちの自分たちのやってることに名前をつけることができました。そしてそれをベースに、はい、今度言葉を超えた劇をやっていたらですね、うん、それをベースに演劇教育とか、うん、まあ、ドラマエデュケーションって言いますよね、うん、そういうことも少しずつ日本や海外でやってきたんですけど、うん、
2000年の時に、はい、イギリスのチェスター大学のアレン・オーエンズという、うん、まあ、今世界の中でもかなり活躍している演劇教育の学者なんですけど、はい、彼の方からですね、一緒にこの新大賞と彼のアプライドドラマというのを一つにして、はい、共同の、まあ、あの地域社会とか企業とか学校教育とかそういうところで使える演劇教育という、うんうんうん、応用演劇っていうんですけど、はいはい、応用演劇を作らないかというふうにあの声をかけていただいて、まあ、それを今あの海外のプロジェクトとしてやったり日本でやったりとかしてきたんですね、うんうん、はい、応用演劇なんですね、はい、応用演劇っていうのはシナリオがあって演劇をするわけじゃないですか。あ、これはですね、うん、応用演劇は物語をきっかけとして、うんうん、参加者全員にですね、うん、物語の中に入ってきてもらってですね、うん、その状況の中でいろいろ判断してもらったり、考えてもらったり、一番あの特徴的なのは最後にですね、うん、この状況の中でこの場合にこっちを取るかこっちを取るかっていうんでですね、2つにそこにですね、うん、立ち位置を変えて、うん、それでこう意見を交流させ、うん、してもらう、そういう本当にドラマチックなものなんですね。ということは、はい、その体を動かし演劇という枠組みの中でケースワークをしてる感じ。まさにそうです ね、まさに生きてるケースワーク、ね、その場でその場で判断しなきゃいけない、はい、それも究極の結構判断が求められるんですよ、そうですね、例えばどんな判断なんですか。例えば、うん、あのある物語の中では、うん、個人を取るか集団を取るかとかですね。あ、なるほど。あ、例えばあの浦島なんていう浦島太郎のお話があるんですけど、はいはい、浦島太郎ってあの、海の向こうから女性がやってきてですね、こう釣りをしていた男性が、うん、実はその女性に、うん、の船に乗って向こうの世界に行くっていうお話なんですけど、 あなただったら人生のある時点でもって何か誘いが来た時に、うん、その誘いに乗るのか乗らないのか、うん、冒険をするのか、うん、しないのかとかですね、うん、そういう判断をしてってもらう、うん、これリーダーシップの研修なんかいいですね。ありますね。この前もちょうどね、うん、あの中学校でやらせてもらった時は、自分たちと異質な人たちが、うん、我々のコミュニティグループに来た時に、うん、あなたたちは受け入れる、それとも受け入れないっていうのをちょうど中学生でやって、すごい議論できそう。それがね、また中学生その延長でね、移民の問題そのまま持ってきたら、皆さんたちの街にね、うん、今ヨーロッパで問題になってるような、うん、違う国の人、うん、違う習慣、うん、それも場合によってはちょっと得体の知れない、うん、来た時どうするって言うとね、うん、すっごい中学生たちがね、真剣に話し合う、いやそれは議論できそう、先生たちがびっくりしてた、びっくりします、この子たちがこんなこと話すんだって、ね、本当に本当にびっくりしてます。そうすると受け入れる派と受け入れない派がちゃんとできるし、でそれはなぜなのかをちゃんと言うとね、すごくしっかり言ってくれる。ああそうですか。いやでもあのテーマの与え方によって生き生きとするんですよね、うん、その通りです ね本当に、うん、場面の設定の仕方で、優れた物語、優れたドラマってやっぱりそういうテーマを持ってるんですよ、うん、なるほどなるほど。人間の人生の中でよく起こるようなその決断しないといけないところ、でも意外とほら企業もそうだし、社会もまあ政治もそうかもしれないけど、決断しないでしょ。そうそうそう、先送りにしたり誰かに委ねちゃったりとか、思考停止にしちゃったりとか、企業でもよく起きるよね。起きますよね。これはねやっぱりすごくもうあの中間でなんとなくこっちでもこっちでもダメなんですよ、うん、もうアプライドラマの中ではこっちにするかこっちにするかはっきり分かれましょう、うん、位置をもう分かれるんですね、うん、でその瞬間自分の選択することと行動することが一つになるっていうか、まあ、その私たちの、この体を中心とした私たちはものの考え方するんですけど、それあのボディードシンキング、身体思考っていうふうに名付けてるんですけど、身体思考、体で考える。だから意見を作るっていうよりも体でもってはっきり自分の位置をもう作るっていう形でですね、体で思考していく、うんうんうん、そうするとその分かれた瞬間にですね、はっきりなんか腑に落ちて、なぜこうしたのかっていうのを言葉にする根拠ができるんですよね。あの言葉ってやっぱり行動が根拠にならないと言葉にならないじゃないですか。ならないし上滑りしますよね。そこを曖昧にしてる
のが割と日本の社会の中なんですよね。やたら難しい、ね、概念的な言葉を使って分かったように伝えてしまうというね、うんうんうん、だから行動に移らないとまさにそうですよね。そうですね、行動にして初めて自分の言葉が生まれるっていうのが、うん、このアプライドドラマの中には必ず究極の問いでもって入ってくるんですね、うん、すごいリアリティのある何ですか、体験になりますよ、ね、体験です、 まさに体験です。で、本題に入るんですけど、うん、はい、プレイバックシアターさんで、うん、ABE というね、うん、その枠組みを作られましたよね。これはどういうその枠組みですか、ね、ABE 今こういうね、陽介さん、うん、あともう一人朗読をやってる人もいるんですけど、うん、はいはい、こういうアーティスト、ね、うん、芸術家たちとね、僕一緒に活動してると、うん、すごく本質的な話になるんですよ、うん、例えばさっきみたいにボディードシンキングみたいな、はいはいはい、身体で物事を考える、うんうんうん、でそうしてやっぱりね、この、うん、特に演劇の人たちって、うん、内から出た本当にリアルなことしか言葉にしないの。ですから本当に中から出た言葉、はいはい、でそういったものをね、やはり企業の人材育成だとか、うん、あと本当に組織をこう開発するとかね、うん、組織の中では本当に今こういろんなこう問題点をまさしくボディードシンキングをしたり、うん、本当に中から出てきた言葉でお互いやり取りしてみようよとか、うんうん、あとさっき言ったように究極的な決断をするみたいな、はいはい、そういう企業の中での人材育成や組織開発にこういったアートの持っている力、うん、可能性を今使おうということで、ちょうど今立ち上げているのが、はいはい、アートベースドエデュケーションズというね、まあ、我々 ABE、 ABE ですね、うん、アーツベースドエデュケーション、はい、なるほど。要するにアーツ、要するに芸術を基礎とした学びと学び、ね、教育ということですね。でそのアーツの中にはどんな種類のもの、今お話しいただいた、はい、アプライドドラマは入ってらっしゃるんですね。入ってますね、アプライドドラマも入ってますし、うんうん、さっき今言ったボディーズシンキングの、はいはい、考え方も入ってますし、うん、岩崎さんという岩橋ゆりさんですね、はい、はい、ゆりさんは、うん、もう語りの方の専門家でもってですね、本当にうん、いかにそのいわゆる書いてある言葉っていうのと、うん、それが語られることによって、うん、もうそのいかに語るかっていうのでもう意味が180度変わっちゃうっていうのはですね、はいはい、もうそのことのもう専門家なので、うん、もうそのいかに語られるかっていうことの凄さっていうのをですね、はいはい、体験することができるんですよね。はい、これはどういう構成なんですか、この例えば、アプライドドラマを受ける人、うん、それからプレイバックも入ってますよね、プレイバックも入っていて、はい、これは3人でいつもやるんですか。今ちょうど3人で、ね、この研究会を、で実はもう7月からやってるんですが、9月の会は、うんうん、ある企業の具体的な問題を出してきて、ほうほう、こういった問題がある企業にあります、はいはい、で実際に今教育担当の人も何か来てるので、うん、具体的にうちの企業であるこの問題を、うんうん、我々だったらどうその解決のためにやるかっていうのを、大橋洋介さんのグループと、うん、岩橋ゆりさんのグループに分かれてもらって、うん、作り込んでもらうの、でそれぞれのアプローチでやってみて、うん、どう演技をするんですか。演技というかそこで、まあ、模擬プログラム、模擬プログラムやってみると、そうするとどういうものが生まれるかで、お互いにそれをフィードバックし合うっていうことを例えばやるんです。それは言葉で説明するんですか。例えばですけど、こう会社がありますね、はいはい、例えば春野さんなら春野さんのこの会社の、はいはい、例えば過去から現在、うんうん、そして未来の向かっての、うんうん、こうことをですね、例えば3分間語ってもらって、はいはい、なるほど、その3分間語った自分のその印象を、うんうん、歩き方としてここで過去から現在そして未来に向かって歩いてもらったりするんですね、うん、そうすると自分でやってる時は分からないんですけど、それをパートナーに見ててもらって、うん、今度自分そのパートナーにその同じ方を歩き方をやってもらって、うん、自分が外からそれを見ると、うん、必ずその中に型が現れるんですよね。あ、この私たちが歩んできた歩き方はこういう型を持ってるな、うん、そうするとそこにある例えば欠点も分かるかもしれないし、課題も分かるかもしれないし、さらにこうもうはステップアップする方法も分かるかもしれないし、うんうんうん、そういう形でもって体ってこう頭で考えていたことプラス無意識的なものを一つにして、本当に主観と客観が一つになった
メディアなんですよね。なるほどなるほど。これを最大限に私の場合はこう使ってですね、考えていくと、頭で考えているのではない、そこから一つ離れてみると、あ、無意識的にはこんなものも入ってるんだとか、そういうこともこう見えてきたりするっていうことをやっていくんですよ、ね、今の歩き方なんかは、多分私がやるとね、その歩き方の癖とか、もしくはその自分がその会社が立ち上がってから今に至るまで、それからこの先どうしていきたいかっていうのを、歩き方で多分無意識に表現してるんですよ、多分、そうですね。でそれを客観的に見ると、一つ一つの動きが意味を感じるんだよね、多分ね。その通りだよね。その通り、本人にしか分からないです。これは本人にしか分からないんですよ、本人にしか分からないけど、本人には分かるんですよ、ね、その例えばちょっと立ち止まるとか、その小股になるとか、大股になるとか、前に言ったその時の視線とかね、そうなぜここでこういう姿勢を取ってるのかとか、そういうことは全部本人には分かるんですね。そうするとそれに外から声をかけたりとかですね、して、あ、もっとこうやれよとか、なんか声かけていくっていう、そういうような感覚なんですね。正直ですよね、体ってね、そういう意味では。そうですね、本当に現れちゃいますからね。あ、そういうのをこの研究会の方やられてる、はい、今も研究会として今ずっと研究して、まあ、企業の教育担当めれば、我々こういうアーティスト芸術家の人を今融合して研究して、で今ちょっとちょうど今話してるのは、ある企業でちょっと今実験的にやらせてもらおうという話をしていて、なるほど、ね、それが例えば一つの方法であったりとか、そういういろいろな方法をアーティストである私たちがその企業の問題に対してこう提供して、こういう方法論で見たらいいんじゃないかという、でそれを羽地さんがまとめてくれるという、なるほどなるほど、そういう成り立ちなんですね。そういうことですね、要するにそのみんなが体を使って、その企業の状態や問題のあり方、問題のその何ですかね、感じ方とかいうのを表現することによって、それぞれ癖が出たりとか、考えてる意味がそこで分かったりとか、それをその最後に羽根さんの、その通りです、組織論としてね、はい、その通り、組織論として、はい、そこはもう大プロフェッショナルで、やっぱりアーティストって本質を見抜くんですよ、陽介さんなんかは例えばそれを体が発してる、ある意味で、まあ、さっき型っていう言葉を言ったり、その体が発してるもうエネルギーとか、ね、エネルギー、で例えばこの岩橋由里さんなんかも声の質で全部分かった、そうなんです、あなたの声の質はこうって、もう僕らもドキッとする、ちょっとこの話し方こうしてごらんっていうだけでやっぱ違ってくる、でこういう人は今度ね、声もまたもう全部出てる。で我々ほら研修講師で実は無意識で声を使い分けてるでしょ。分けてますね。分けてます。僕もそうなんだけど、だからそのなんかを全部やっぱりこの人たちはもっと深いレベルから分かってるんだね。なるほどなるほど。というふうにね、やっぱり芸術家の人たちが持ってるその本質を見抜く力とかエネルギーで、これをこう変える力をね、もっともっと今の日本の企業が元気になったりね、で働いてる人が生き生きしたり、本質的なことをもっと議論したり、それはそうだと思います。それにもっともっと活かせるなと思うの。あのね、多分ね、本質を分かって言葉を発していると伝わりやすいと思います。そうなんだ。周りの人も動きやすいと、それって多分ね、そんなに複雑じゃないですよね。そうなの。シンプルなんですよね。そう、難しい言葉でね、部下に説明するよりも本気で上司が語ってるかっていうことよね。そこ、いや本当にもう最近じゃないけど、この研修やってたりすると、それはすごく感じます、この間ね、私すごく嬉しいこと言われて、その研修をやっててね、その私が話をしている話に春野さんの話は引き込まれてくるんですよ、で私は自覚してないけども、なんかそう言われたんですよ、で自分を振り返ってみると、やっぱり実感してることを、その多分ね、ここで話してなくて、お腹で話してるんですよね、お腹から出てくる言葉で話してるので、多分伝わってるんだろうなって思うんですよね。だからハートが入ってるっていうか、でその時は全部多分体使って多分表現してるね、我々。そうそうですね。なんかそんなことね、実は企業のリーダーとかね、場合によってはトップが本当にそうやってメッセージを発してるだけで、多分組織って変わると思うの。本当そうですね。そう思う。なんか頭だけで考えて言葉喋ってるんじゃなくて、体全体で使って言葉を喋る、相手に伝えるっていうのは伝わり方全く違いますよね。そうですね。素晴らしいですね。でやっぱり芸術って、その要するに人生かけて彼ら、ね、やられてるわけですよね。はい、そうですね。我々もそうですけど、だからそういう覚悟がやっぱり伝わるんでしょうね。
いや、ね、一つ思った、あ、会話しててね、あ、そうなんだと思うのは、芸術家の人って自分が作り出したいもの、生み出したいものがもう見えてるの、ここに、あ、まだないんだけど、はい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 、見えてるの。でそれがもうこういうものっていうものが、例えばこれは作品であったりね、でそのためにじゃあこれから何やるって考えてる思考を持ってるんですよ。あ、もう完全にビジョナリストですね。そのあ、そうですね。だやっぱり今まだ世にない、うん、だけど私たちはこういうものを生み出したい、うん、っていうのをね、もう本当になんか具体的に見えてて、それが芸術家なんだなってすごく分かってね、まあ、あのよく話をするんですけど、うん、私たちよくずっと30年前から未来の記憶って言ってたんです、うん、それはあのこれじゃないっていうのは分かるんですよ。なぜならば見てるんですよ、未来にこういうもの、うん、ただ、うん、すぐにそれが出てくるわけじゃなくて、でもこれではない、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 で、ある時、あ、これかなってっていうようなこう見えてくるっていう。いや、今話聞いてて、うんうん、もうすごくシンクロしてるんですけど、うん、リーダーシップってよく欧米ではアートっていうじゃないですか。そう、あ、そう、その通りでしょ。そう、アート、要するにビジョンを描き、うん、そこに行くために今何必要なのかっていうふうに作り上げていくアーティストなんですよね、うんうんうん、あ、そうでしょうね。もうまさにアーティストの一緒です、本当に、うん、まあ、まさに、でもどうでしょう、今すごく世界の中でアートをその企業や何かの経営や何かにも使っていくというのが非常にこう、あの、いろいろな形で取り入れられていて、アートベーストイニシアチブとか、アートベーストメソッドとか、ね、あの、有理論や何かにしても、まさに本当にこのアートとしてその経営や何か、リーダーシップや何かをこうやっていくっていう、もうそういう、うん、まさにそれだから今こうやって、ね、あのシンクロして、して今出会ってるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、で、あの、それこそ皆さん、もう我々経営者じゃないですか、うんうん、多分アートしてるんですよ。そうですね、そうですね、日頃からアートしてるんですよ。アートしてるから絵が見えてるからシンクロしやすいんですよ、うん、多分ね、うん、いやー、素晴らしい。いや、面白い、ね、なんかいい映像ですよこれ。はい、そうですね、本当に、いや本当に今ね、時代がこれをこそ求めてると思う。本当、ね、そうじゃないところで今、あれって目の前のことだけを考えてね、うん、仕事せざるを得ない状況が今すごく目のところで多い。国の経営もアートなんですよね。それこそ、うんうん、この日本の国をどうするのか、うん、そ、将来どういう日本にするのか、うん、これアートですよ、うん、そうですね、アートが必要なかもしれませんね、今ね、まさしくそういう意味ではビジョンもね、ビジョン、どうなりたいのか、そうそう、うん、でもそれやっぱりね、作り出す中では、うん、これまたね、うん、ケンケンガクガクこうやりながら作っていく、うん、さっきちょうどね、収録で話したけど、ちゃんと喧嘩しながら作ろうよっていうこと、すごい大事だと思うの、大事ですよね、それを作るための、大事だと思います、うん、いや、もう盛り上がって、ね、これ話尽きないんですけど、ね、ちょっと ABA のそう、ね、そうそう、ABは、開催が、全3回なんですね、今、まあ、第1クールとして今この3回なんですけど、うん、7月から始まっていて、はい、9月、11月と AB があるということですね、はい、で今後また継続してやっていくということですね、はい、これ対象はどういう方なんですか。今は主にやっぱり企業のそういった教育だったり、うんうんうん、場合によってはその企業の中での人材育成やってる人で、こう特に今はこう何かこう新しいものが欲しいとか、組織の本当の意味での問題を解決するために、今までのロジカルなこうものでのなんか限界を感じる人が今すごく来てくれてます。本当にね、もう限界を感じますよね、おっしゃる通りですよね。あとは逆にこういうアーティストそのものの人が今こう融合する場になっている、ね、そうですね、はい、ああそういうことですね。あの演劇やアートの方の人たちも今こういう形で、例えばあの地域でワークショップ、例えば私も、うん、あの南相馬にずっとこの2ヶ月に一遍支援のワークショップに行ってるんですけど、はいはいはい、そこの地域、コミュニティに行った時に、うん、演劇やそのいろんなアートの方法がどういうふうにその役に立つのかっていうのを模索してるんですよね。だから本当にその時に、うん、今研修をやってる羽根さんたちが持ってるこの方法論っていうのがものすごく勉強になるんですよ。だからそういうふうに本当にクロスしてるんじゃないかと思うんですね。いやでも人間の世界ってその多分いろんなその方法あるけれども、うん、本質ではあの、うん、そんなに違わないんじゃないかなと。そう思います。そうそう、
ありがとうテレビって経営者の方がたくさんね、はい、来ていただいてお話聞いてますけど、うんうん、そのやっぱり楽しみながら仕事してると人とか喜びを分かち合いながら仕事してる人って、うん、やっぱ共通点がたくさんありますもん、うん、本当にもうそれこそここに、ね、いるそのお二人もそうなんですけど、いや私もいろいろ、まあ、ある雑誌を通してこういろいろ経営者の方たちのこの考え方や何か勉強するんですけど、本当に立派な得のある方がやっぱり日本の経営者ってものすごい本当にもうほとんどいろんなことをうまくやってらっしゃる方は得が高いですよね。本当に要するに、ね、自分を捨ててるという言い方変ですけども、うん、誰かのために役に立つというこの一点のために自分の能力を高めようとしている、うん、もしくは組織の能力を高めようとしている、うん、そうですね、うん、そこに尽きるんじゃないかと思いますね、うん、はい、ありがとうございます。で、はい、もうアプライドドラマのお話は、はい、うん、結構もうしていただきましたよね。はい、うん、そうですね。なんか追加で、この第2期大橋洋介アプライドドラマ研究会というのがなんかあるんですけど、うん、はい、全8回ということですね。はい、そうですね、今ちょうど1回目が終わったところで、はい、毎月1回やっててですね、うんうん、来年の2月まで月1回で、はいはい、そのもうこれは初めての方であろうが何であろうがプラクティショナー、うん、実践化、そのファシリテーションできる人を養成する講座なんですね。ですから本当にもう体験してもらって、うんうん、なおかつファシリテーションを学んでもらってこの応用演劇を、うん、まあ、本当に、物語を使ったケーススタディですね、うんうん、これをやれる人材、うん、ファシリテーションできる人材を作りたいという日本で初めての講座なんです。うん、ということはアプライドドラマをできる人を育てようということですね。はい、です、でこれねファシリテーターを育成じゃないですか、うん、はい、これリーダーの方に来てほしいですね。もちろんです、ね、そうです、ね、組織の中のリーダーの方にね、はい、うん、これまたね陽介さん、うん、僕素晴らしいなと思うのは、うん、自分が持っているレス、まあ、アプライドドラマはプレテキストっていうんですけど、うん、要はねレッスンプランを全部ね渡してくれるんです。あ、そうですね。でこのレッスンプランのためにまずは陽介さんが一回まずやる、はいはい、で我々が受ける、参加者で楽しむでしょ、で今度はそのね自分がやったレッスンプラン全部渡してくれてプレテキスト、はいはい、でみんなにやらせるの、でそれをね陽介さんはじめみんなでフィードバックするの。なるほどなるほど。だからすごく実践的で、じゃあもうね、陽介さんの持ってるコンテンツをもう大放出って感じですね。もうそうです、うん、それもありますし使いやすいコンテンツをそこで作ってるんですよ、うん、実はみんなでね、10年私アプライドラマをですね、うん、はい、日本に紹介してきたんですけど、なかなか使われなかったのは、うん、やっぱり使い方がちょっと難しかったりしてるんですけど、うん、今回は誰でもができますっていう形のプログラムにして渡してるんです。なるほどなるほど。これあれですか、ステップ1とステップ2と、はい、ステップ1が7月、8月、9月、はい、で、ステップ2が10月、はい、11月、12月、はい、来年の1月、はい、2月という形で続きますが、はい、途中参加はありですか。ありですよね。今ねステップ1からの途中参加はあり、うん、あり、うん、でステップ2は実は自分のオリジナルの各人が作るの、うん、ああなるほど。だからそういう意味ではステップ1の途中参加はもちろん。なるほど。で、うん、ステップ2からはちょっと途中だと難しいので、うんうん、もしステップ2から来たい人はもう第3期をやりますので、3期をそこから来てもらった方がいいと思います。なるほど。途中からちょっと大変だと思う。なるほど。この3期は大体いつ頃からですか。いつにしましょうか。これはちょうど来年のまあ1年後ぐらいになるかな。なるほど。だから来年の7月ぐらいから6月、7月から。なるほど。はい、毎回要するに毎年ワンクールワンクールということですね、はい、でごめんなさい、もっと戻りますけど、はい、ABE はですね、うん、ABE もあれですか、毎年何回ぐらいですか。これはね、うん、これからどんどん発展していくと思うんですよ、うん、いろんな人が来て、はいはい、やはり今研究会としてやってるのが、うんうん、まあ最後はまあ学会まではいかないけどね、うんうんうん、だからそれに近い形で研究部会みたいな形で継続的にやりながら、うんうん、実際に陽性があった企業とか、うんうんうん、実際例えば今陽性のある病院でやったりとか、はいはい、病院の中のあれは組織開発みたいな、ね、うんうんうん、で僕も企業研修でやったりとか、うんうん、だから研究部会をずっとこう継続しながら、そうですね、依頼のあるところにどんどん、まさにこのアートとこういう、うん、アートインオーガニゼーション、うん、もうアートインコミュニティ、うん、そのアートインエデュケーション、うん、アートをそういう教育や、うん、研修や地域社会、うん、ここでどうやってそれをこううまくその創造的にするために使っていくのかっていうことを研究しようという、うんうんうん、
これ研究発表会とかは、あ、いいなやりたいね、やりたいなですね。そうですね。いやちょっとさっきね話したそのそうです、ね、ワークショップサミット、サミット素晴らしい、そこで研究発表会ね、ワークショップサミット素晴らしい発想です ね、 ね、そうそう、ちょっとあの先ほどあの、ね、事前に打ち合わせした時にあのスプリングフィールドでね、うん、ワークショップサミット、ワークショップサミット、ワークショップを集めたね、うん、サミットやりたいなという話をさせていただいて、ね、うん、ですね、その中であの、ね、アプライドラマとか、うん、あね、そのプレイバックシアターとかいうね、うん、発表会が、ね、はい、あるというぜひで、まあ、研究発表会としてはこの ABE の、うん、実践発表なんかをこう、うん、ぜひやりたいな、ね、ちょっとその場所、プラットフォームが欲しいですね。そうですね。プラットフォームがね。ぜひ。いやもうなんかちょっと、ね、スプリングフィールドでお願いいたします。ビジョンが見えてきました、ね。見えてきました。絵が見えてきました。いいな、アート、はい、アートしてきました。はい、ということでそろそろお時間でございます。でもう一つご紹介しておきましょう。はい、ABE ですね、研究会。はい、ABE 研究会は、ひとまず今は全3回でやってます、はいはい、でこれは発展系になっているということですね、うん、で今年の7月からスタートして、はい、9月11月と、はい、でこの放送があるのは多分11月が、ま、間に合うかなっていう感じですね、はい、うん、でアプライドドラマ、はい、アプライドドラマは今年の7月から始まって、うん、ステップ1とステップ2と、はい、でステップ2が10月から始まりますということですね、はい、ここはあのこのステップ1を経験した人が参加するということなので、はい、途中参加は難しいですよということですね。そうかそう、詳しくはあのそうそう、こちらの URL を見ていただくと、あ、そうですね、あ、そうそうそう、はい、そうこちら、もうこちら行きましょうか、はい、いいですか小林さん、はい、そうこちらのですねプレイバックシアター研究所にお問い合わせをいただければと思います、はい、で、そろそろお時間でございます。ちょっとね最近ですね、うん、こんなご質問をですね皆さんにしてるんですけど、うん、あ、まあ、ちょっと羽根さんから言いましょうかね、はい、羽根さんこの、いわゆる研修講師という仕事をされていて、うん、学べたことっていうのをお話しするならば、うんうんうん、まあ一つだけお話しするならばね、うん、何がありますか。研修講師をやって学べたこ と、そう、これは学べたなっていう今までの、ね、中で、もうそれこそ研修講師何年ですか。もう何年だ、ね、20年ちょっとですよね、うん、そうそう、あのね、うん、やっぱり僕はね研修、まあ、僕自身が言っていることを研修で、それやっぱり自分ができてないといけないなと思うの、うん、そういう意味では僕自身も経営者だし、まあ、リーダーであり、そういう意味でやっぱり学びの場って常に自分自身にそれがこう当てはまるし、当てはめながら一緒に学んでいくことかなっていうのをすごく今思ってます。だから研修講師やりながら会社も経営しながら、ね、そして新しいものを生み出しながら、それがやっぱり僕にとって今一番学べてることかな。もう羽根さんなんて全然年取らないですもんね。もうほんといつも生き生きしてて、むしろなんかこう体がだんだん引き締まってきて、筋肉が盛り上がってきてる感じするんですけど、いやいや日々プロレスラー見てる春野さん、いや本当若返ってる感じがしますよ。そうですね、もうやっぱりあのエネルギーを毎日毎日発信して、ね、うん、生きてるからと思いますけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ陽介さん、はい、ね、あの陽介さんはこう演劇の世界で、ずっとね生きてこられましたけど、はい、この世界で生きてきてどんなことを学びました。うん、一つだけ伝えるなら一つだけですね、うん、やっぱり一番やっぱり一つだけって言われると、うん、やっぱり出会えた出会いということですね。やっぱりあの何が宝物かって言ったら、うん、やっぱり今自分で一緒にやっている仲間であったりとかですね、うん、はい、それからあのこうやって出会えた羽根さん、うん、ね、今日は春野さん、ね、ありがとうございます。本当にそのたんびに自分自身の視点ではない見方で自分自身の世界を見るので、うん、そのたんびに世界が違う風に見える、うんうんうん、だから本当に出会いるたびに新しい目に出会い、自分を見る新しい目に出会えてる。そうするとまた何か新しいものが作れる可能性、未来の新しい違う可能性が見えてくるっていうのがあるんで、出会いですね。刺激ありますよね、出会いはね。そうですね、刺激と学びが出会いですね、うん、あ、面白いね、刺激されて学べるみたいな、ね、そうね、それですね、やっぱりでもねこういう刺激があるから我々こう、うん、そう常に出会いを求めてるしですよね、うん、で刺激があるからなんかまた新しい発想が生まれてきますしね。そうそう、うん、いやもう本当にお互いに刺激をし合いながら、
新しいもの作っていきましょう、はい、ということで、じゃあね、そろそろ時間でございます、改めてご紹介申し上げます、本日ですね、株式会社プレイバックシアター研究所の所長羽地智和さんにおいでいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、NPO 法人祈りの芸術、太一企画の副理事長されております、はい、大橋陽介様においでいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。